原田親氏は、戦国時代の武将。原田氏。原田高種の四男。下嘘守。五郎左衛門。工治三年、元木道鉄の策略により兄主門、重種が、無本の罪を着せられ、騎士の南林寺で討ち死にした後、家督を継ぐ。永六八年秋、立花秋の無本に加勢したが、秋都が敗れたため逃亡。 A61 年、再び秋都市が反旗を翻した際、父、原田高種は、秋都市討伐へ出発した薄木鎮、続くの留守を狙って工事竹城を攻略。親主自身は、秋都市の援護に駆けつけた毛利勢に加わり大友勢と戦ったが、かなわず高層山城へ向けて敗走。追撃する大友勢を、原田地下秀の手勢と共に、生の松原で迎え撃った。 この時、親主の着難修士は戦死した。この後も、原田氏と薄木氏の抗争は続き、元気3年1月28日、公認の上代薄木鎮氏が、平等寺を猛出た際、せめて自陣させた。天正2年4月1日、大友総林は、池田河原が視線の件で、高祖山城に抗議の使者を送り、父、原田良栄の首を要求した。 正気のないことを悟った親主は矢倉へ駆け上がり、大友の使者を呼ぶと腹を切り裂き、我が首を大友に渡せと叫ぶや、曲げを掴み自らの首を切って投げ落とした。十四名の老刀も即座に追い払を切ったという。この前年、親主は龍蔵寺隆信に振っており、その関係を指摘されたため自害した可能性がある。ありがとうございます。